今日は2018年、10月11日ですね。ワルシャワの、ポーランドのワルシャワのヨーロピアンドッグショーに来ています。今これは今というか今日はレトリバーとあとなんかなスパニエルとかあと向こうでスパニエルやってますね。向こうでスパニエルやってますね。第6、7、8グループですね。第6グループ第7、8、7がその7グループがそのレトリバーですね。これは カーリーコートのレトリバーですね。カーリーコーテッドレトリバー。ここなんかみんな通るから邪魔になるな。今日はノバスコシアを目的に来ました。最初海外のドッグショーに行き始めた時もうすっごいなんていうかなすごい素晴らしい感じがしましたね。犬はいっぱいいるしその華やかな感じがするし、しかしもう今慣れてしまってなんか最初の感動があんまりなくなってきましたね。なんか見すぎたみたいな感じになります。これあの カーリーですね。これではあんまり多くないですね、この犬種は。やっぱゴールデンラブラドール、あとゴ
ゴールデンとラブラドールとフラットですね、フラットコーテッドレトリーバー、あれは多いですよね。そう、あの犬種フラットコーテッドレトリーバーはすごい、そのなんていうか、なんていうかな、すごい上品な感じしますよね。なんかね、品がいいっていうか、なんか、なんていうかな、そのなんかそのなんてどう言ったらいいのか、なんか清楚な人みたいな、清楚な人が飼っている犬みたいな感じしますね。まあ勝手な僕の印象ですよ。その全然そのなんていうか、それその見る人によって全然さまざまな感じ方がありますからね。まあどういう印象でもそれは見る人の、見る人によって全然印象はいろいろさまざまなんでしょうけど、僕はなんかすごくそのとてもなんていうか上品な清楚な感じの犬に見えますね。だからそういう人が飼っているような、そういう人が好まれるような感じに感じますね、とても。それとなんかなんていうか、だな、ね、インテリジェンスな感じしますよね。そのフラットコーテッドレトリバーという犬種が、なんかそのインテリジェンスな人が飼ってる犬みたいな感じしますよね。その犬自体ももちろんそんな感じがしますし、また当然のことながら本当に実際に犬自体もすごい賢い犬種ではありますからね。もちろんレトリバーは全部そうですけど、ただこのカーリーコーテッドレッドリバーというこの犬種はあんまり見ないですよね、日本でね。あんまり飼ってらっしゃる方いらっしゃらないですよね。もちろんゼロではないと思いますよ。多分日本全国探したらどっかにはいらっしゃるのかもしれませんが、見たことないですね、僕は。ちょっと一回止めようかな。一回止めていいですけど、暑いから次にどんどん入って、すげえカーリーだな、すごいカーリーですね。ブッシュマンの頭みたいな変わりです。大体どんな犬種にもファンの方がいらっしゃいますよね。すごいその時々感心する時ありますね。っていうのはその何ていうかな、何ていうかな、その
一般の人たちがあまりにも好まないような犬を飼っていらっしゃる方がいらっしゃるじゃないですか。こういうその一般的な人々があまり好まないような犬を好んで飼っていらっしゃるんだと思って感心する時がありますね。止めましょうかね。止めますね。